いつものプライオショッピングチャンネルをご覧いただき誠にありがとうございます今回は2017年モデルメルセデスベンツ G350D ラグジュアリーパッケージを紹介させていただきますまずお車の状態ですがフロントガラス複数箇所に飛び石 右フロント、左リアのドアエッジに傷がございます。走行距離に関しましては、約一万三千キロと低走行滑、車両コンディションも良好な一台となっております。外装色はオブシディアンブラック、インテリアはブラックレザーが採用されております。ビッグボディの迫力と高い走破性能が魅力の G クラスでございますこちらのお車はディーゼルエンジンが搭載されておりますので G クラスの中でも高い燃費性能を誇る一台でございますまた人気オプションのラグジュアリーパッケージが装備されておりますのでスライディングルーフやすべての席にシートヒーターが追加されより快適な仕上がりとなっておりますヘッドライトに関しましては キセノンのヘッドライトが装備されており、夜間走行時も安心してお乗りいただけます。エンジンは3リッター、V 型6気筒のディーゼルターボエンジンが搭載されており、最高出力は245馬力でございます。また足元に関しましては、純正の18インチ、ブラックのアルミホールが装着されており、足元からも迫力を感じる一台となっております。 続きましてトランクスペース、紹介させていただきます。トランクに関しましては手動での開閉となります。こちらのお車は G クラスということで、トランクスペース広々と加工された一台です。また後部座席を倒していただきますと、長い荷物にも対応ができます。続きましてインテリア、紹介させていただきます。 インテリアにはブラックレザーが採用されております。運転席側に気にならない程度ではございますが、使用感がございます。では、エンジンを始動します。ステアリングに関しましては、四本スポークのマルチファンクションステアリングが採用されております。 こちらにはパドルシフトが装備されておりますので、自由自在な変速が可能です。また、アダプティブクルーズコントロールも用意されておりますので、快適なクルージング走行をお楽しみいただけます。ナビゲーションに関しましては、純正のハードディスクナビゲーションが装備されており、こちらは地デジの主張も可能です。また、バックギアに入れていただきますと、 バックカメラが作動し、安全に駐車を行うことができます。シフトに関しましては7速のオートマチックシフトが採用されております。走行モードに関しましては、エコ、スポーツ、マニュアルの3段階が用意されております。フロント両席に関しましては、シートヒーターも完備されておりますので、肌寒い季節でも快適なドライブが可能です。 続きまして後部座席紹介させていただきます後部座席に関しましては目立った使用感がなく良好なコンディションを保っておりますまた広さに関しましても大人の方がゆったりとできるスペースが確保された一台です後部座席にもシートヒータースライディングルーフハーマンカードン製のスピーカーが装備されておりますので 快適性あふれる室内空間となっております。最後に気になる車内の匂いですが。特におタバコの匂いとお会いいたしません。今回は2017年モデル。メルセデスベンツ g350d ラグジュアリーパッケージを紹介させていただきました。こちらのお車は走行距離約 13000km と低走行かつ内外装のコンディションも。 良好な一台となっております G クラスの中でも高い人気を誇る G350D ラグジュアリーパッケージでございますトルクフルな走りをお楽しみいただける一台となっておりますまたインテリアに関しましては純正のハードディスクナビゲーションやラグジュアリーパッケージによりスライディングルーフすべてのシートにシートヒーターが装備されておりますので 快適性あふれる室内空間となっておりますお探しの方はぜひともお早めにご検討していただければと思いますよろしくお願いいたします